このチャンネルは宅建ジョブエージェントの提供でお送りいたします。不動産業界で転職するなら宅建ジョブエージェント、専任のキャリアアドバイザーが転職活動をサポート。なりたいあなたを見つけよう。ただの女性たちの不動産で初見の問題の攻略法編ということで、このチャンネルは完全独学で5本の資格を取った元上場企業のトップ営業マンである私が宅建をはじめ資格取得に役立つ情報を発信するチャンネルでございます。ということでですね、もう最近本当コメント欄の方にですね、いろんなご質問たくさんいただいております。本当にありがとうございます。今日のご質問もですね、もう試験をですね結構直前に控えているですね受験生の方ならではのですねご質問となっておりますので、非常に重要になりますので、ぜひですね最後までご覧ください。ということで早速コメントご紹介します。こちらです。おっさんさん、ありがとうございます。いつも拝見拝聴しております。ありがとうございます。過去問を解きながら周辺知識をテキストを用いて忘れないようにすることが最も重要と認識して日々取り組んでいます。もう素晴らしいと思います。ただ試験になるとあまり見たことのない選択肢や問題が出てくることも事実としてあるのではと思っています。そこで質問なのですが、比較的実力や時間に余裕がある場合、条文数の少ないものについて目を通すべきでしょうか。当然民法は不可能と思いますが、法令上の制限などでは一定のものなどのテキスト表現になっている場合で、条文上は具体的な数字が記載されているものもあるので、そのように思いました。お考えを伺えたらと思います。よろしくお願いいたします、ということでございます。はい、いいご質問ありがとうございます。もうまさにですね、今の受験生さんのですね心理をですね代表して語ってくださってると思います。これはですね、試験まであと1ヶ月ちょっとですから、こういう不安をですね抱く方っていうのはすごく増えるんです。ちなみにですね、私もですねこういう心理になったことがあるんでよくわかります、お気持ちでですね。これおそらく多くの受験生さんは過去問をですね中心に学習をしていると思います。ただですね、これ試験本番だと過去問とですね全く同じ選択肢や問題というのはほぼ出ません。で、試験でですね得点をするためにはですね、初見の問題をクリアしていかなければならないんです。これは当然ですね。今年の試験に出ている問題はほぼ全部が初見の問題になります。で、その対策として今までの学習ではなくてですね、もう少し範囲を広げて、あまり出題されてない部分とかですね、さっき言われてたですね、あまり出題されてない条文とかですね、そういったところまで目を通しておいた方がいいんじゃないでしょうか、どうでしょうかっていうことを聞きたいんだと思います。ここですね、すごく重要になりますのでですね、ここちょっと丁寧にお話をしていきたいと思います。まずちょっとですね、これずっとですね書きながら説明をしていきますよ。まずですね、こちらを見てください。これですね、不動産大学の過去の動画ちゃんと見てくださってる方ですね、この図よく見ると思うんですけれども、まずですね、この四角で囲っているエリアはですね宅建試験の試験範囲だと思ってください。で、このですね広い試験範囲の中で皆さんがですね今学習をしている過去問題をですねイメージするとですね、こんな感じになります。こちらです。このようにですね広い試験範囲の中に散りばめられたですね無数のこの点、これはですね過去問の1選択肢とか1問題の知識の点だというふうにですね思ってください。これですね、まず言いたいのは、宅建のですね、試験範囲っていうのは非常にこういうふうに広いんですけれども、実際にですね、試験で問われている部分というのは結構ですね、狭いんです。何が言いたいかというと、一応ですね、公表されている試験範囲っていうのはこの資格の大きさぐらいあるんですけども、実際試験で出る知識っていうのはですね、結構偏りがあるんです。こう真っ白になってる部分あるんじゃないですか。試験範囲だよって言ってるのに、ほとんど問題は出たことない部分とかあるわけなんですよ。そしてですね、ここからが一番重要なんですけども、このうちですね、今年の本試験で出る問題っていうのをイメージするとですね、こんな感じになるんです。こちらです。このようにですね、過去問からですねちょっとだけ外れたあたりですね、不動産大学ではですねこれを周辺知識っていう風に言ったりするんですけども、ここからですねほとんどの試験問題が出されるんです。で、それがですね今年の受験生さんにとっての初見の問題ということになるんです。これですね、合格に必要になってくる知識のですねほとんどはこの周辺知識から出ます。このですね外れたですね、この真っ白、この白っぽくなってるところね、空いたところからですねいきなりポンと出るとかそういうことじゃないんです。これですね、合格に必要になってくる知識のほとんどはですねこの周辺知識なんです。で、わかりやすく言うとですね、過去出題された選択肢の聞き方をですねちょっと変えてみたりとかですね、具体例にちょっと置き換えて問題を出したりとか、あとは別の特例をですね引用したりとかですね、そんな感じでちょっとだけですねひねりを聞かせて問題を作り変えてくるっていうこのパターンが非常に多いです。ですからですね、合格するためにはこの周辺知識を絶対的にカバーする必要があるんです。で、その上でですね、ちょっと今回のご質問にお答えします。比較的実力や時間に余裕がある場合、条文数の少ないものについて目を通すべきでしょうかということなんですけども、これはですねあくまで私のアドバイスですよ。私のアドバイスとしましては、今はまだそれをやる必要はないと思います。私が受験生だったらですね、今はまだそれはやりません。その理由を説明していきますよ。これまずですね、比較的実力や時間に余裕があるっていうふうにおっしゃってらっしゃるんですけれども、現時点でですね、宅建業法と法令上の制限でどの過去問をやっても理由込みでですね全部正解できるということであれば余裕があるっていうふうに言ってもいいかもしれませんが、過去のですね試験問題を実際にやって、例えば宅建業法で17点以下、法令上
上の制限でですね、8点満点中6点以下ということなんであれば、それはですね、全く余裕はないですよ。それで余裕があるとか言ってる場合じゃないですよ。この辺ちょっとご注意くださいね。私が言いたいのはですね、例えばタックさんのですね、タック出版さんでいうこの黄色の問題集ですね、分野別過去問題集をとにかくですね、これ完璧に覚える。これはですね、まずマストなんです。これはですね、周辺知識の核になるですね、これ問題集なんでございます。で、その上でですね、さらにですね、知識を広げたいということなんであれば、宅建業法の条文とかですね、例えば法令上の宣言であれば建築基準法のですね、条文をですね、読むということよりも、過去ですね、12年分のですね、過去問題集、これタックさんで言えばこの青いやつですね、過去12年分の過去問題集で、さらにですね、他の問題もですね、要は出題頻度の低い問題も解いてみて、それをやりながらですね、そこの解説欄に書いてある知識をですね、しっかりと覚えていく、理由込みで覚えていくっていう方がですね、得点力がアップします。正直ですね、これ例えば行政書士試験以上になってくると、条文の読み込みっていうのはですね、すごく重要になってくるし、やらなきゃいけないんです。なんでかというと、条文をですね、理解できていないと解けない問題の出し方をしてくるんです。行政書士試験以上の試験というのは。対してですね、これ宅建試験というのはですね、条文自体を知らなかったとしても、要するにですね、条文じゃなくて上辺の知識だけで正確にですね、条文を覚えていなかったとしても、ね、解ける問題がほとんどなんです。これですね、条文知識というものにですね、手を出し始めるとですね、イメージ的にはですね、この周辺知識からですね、外れた場所もですね、たくさんやるというようなことになってきます。で、万が一ですね、そこで問題が出ればですね、自分だけ一人勝ちできて1点取れるっていう可能性はあるんですけれども、確率としてはですね、非常に低いですし、それを狙いに行くっていうリスクの方が私は高いと思ってます。これなんでかっていうとですね、そういうところから万が一問題が出たとしてもですね、みんな間違えるんです。これですね、宅建試験の大きなポイントなんですけども、これはですね、宅建試験のように合格点がですね、変動する試験に関しては、みんながですね、間違える難問は無理して正解しなくて大丈夫ということです。これですね、難問というのはですね、このイメージ図の中でですね、この辺とかこの白くてですね、こうノーマークになってる辺からいきなりポッと問題が出るようなイメージです。こういう問題はですね、みんな間違いますので、自分も間違えてしまったとしてもですね、そんなに合否には影響がないんです。まあ、心理としてはわかりますよ。そういうところで自分だけ1点取って差をつけたいっていう気持ちはわかります。気持ちはわかりますけども、それを狙おうとすると他が手薄になるっていうリスクを考えてください。宅建試験はですね、満点を目指す試験ではありません。ここは頭に入れてくださいよ。別に、ね、満点取る必要はないし、満点は取れないような試験になってます。重要なこと言いますよ。宅建試験とは正解すべきところを確実に正解しなければならない試験、そういう風に思ってください。これはですね、あれこれ条文なんか読み始めるとですね、すごく時間かかるんですね。時間ばかりかかってですね、得点力アップにあまりつながらないんです。これ条文をですね、一読したぐらいでですね、頭に入ってですね、それを武器にして問題を解けるほどですね、簡単じゃないんです。それはですね、すごくですね、非効率だと私は思います。今はですね、得点力アップにですね、直接的につながるですね、分野別過去問題集と過去12年分のですね、過去問題集、これは別にタックさんのやつじゃなくてもいいです。違うですね、出版社さんのシリーズのものでもいいです。今自分が使っているものでいいんですけれども、この2つのですね、種類の問題集を軸にして学習を組み立てるっていうのはですね、一番得点力のアップに結びつきます。チャンネル登録お願いします。まだの人はお願いね。またですね、どうしても条文やこういうですね、外れたところのエリアのですね、マイナー知識も一応やっておきたいということであればですね、それはですね、試験直前期ですね、もう2週間とか1週間ぐらい前に少しだけやればいいです。これですね、今から仮にですね、条文知識をですね、やりたいということで条文を読み始めたとしてもですね、1回や2回や3回ですね、読んだぐらいでは、たとえですね、その条文が万が一問題に出てきたとしてもですね、問題が解けない可能性があります。そんな薄っぺらい知識だと。で、今からやってもですね、その試験まで覚えてられないです。そんな滅多にやらないような知識とかですね、端っこの方の条文をですね、今読んだから試験で出たら答えられるとか、そういうことじゃないんです。記憶が定着しないので。であればですね、試験直前期に一読しておけばいいです。極端な話、前日とか当日でもいいぐらいでございます。で、それがたまたま出ればですね、儲けもんとか、そういう感じで考えてやるんだったらいいと思いますけれども、今からやるのはですね、そんなところをやってる場合じゃないというふうに私は思います。もっと重要なところがあります。まとめるとですね、今はあれこれですね、手広くやらない方がおすすめです。こう余裕があるというのであればですね、やってきたところを反復復習、これをですね、絶対やってください。対応記憶法でですね、ちゃんと管理をしていただいて、とにかく忘れないでください。こう余裕があるって言ってますけども、余裕があるからと今大丈夫だとしても、その今の知識はですね、試験日当日までですね、何もしなかったら減ってきますからね。ちゃんと反復してですね、思い出すっていうことを継続してやっていかないと忘れます。大抵の人はやってきたことを忘れなければですね、合格はできるんです。あれこれですね、手を広げて薄く広くやり始めるとですね、得点力がですね、アップしにくい上にやってきたことをですね、忘れるっていう最悪のスパイラルに陥ります。これだけは十分ご注意ください。
これはですね、私のですね、元受験生としてのですね、アドバイスでございます。私もですね、9つもですね、資格受験してきているのでですね、この辺のですね、心理とかですね、頭の中のですね、記憶がなくなっていくですね、感覚とかすごくわかるので、そこのところに関してはですね、十分ご注意いただければと思います。ということで、また明日。夢に向かい、必ずできる、明日の世界へと。I know.